レストランで出されるロモサルタードロモサルタードはペリューの伝統的な料理の一つで牛肉と野菜の炒め物である中華風の調理法アジア系調味料を使うことで知られる19世紀中頃にペリューに移民してきた中国人特に関東人の影響を受け始めた時期に作られたものでペリューのクリオージョ料理と中華料理が融合した地派料理の一つである 材料に多少異なる組み合わせがあるためバリエーションがある。アンデス産無地域でも好まれているため、ペルーに限らず隣国エクアドルでも人気がある。ロモサルタードは、ペルー人の住む世界各国の大都市、中規模都市のペルーレストランなら、必ずメニューに載っている定番で、日本人にも比較的食べやすい料理である。白米の上に油で炒めた牛肉と野菜を乗せて、 炒め汁をかけ、その上にフライドポテトを盛り付ける。炒める野菜は玉ねぎ、紫玉ねぎ、ピーマン、サヤエンドウ、マッシュルーム、トマト、ミニトマトなど。香辛料、調味料には、ニンニク、パセリ、パプリカ、アイアマリージョ、ワインビネガー、バルサミコ酢、醤油、椎茸風味の中華醤油、オレガノ、クミン、塩、胡椒などがよく用いられる。 炒め汁の代わりにチキンブイヨンとコーンスターチに調味料を加えたソースを別に作ったり、フライドポテトを野菜と共に炒めたり、白米を炒め物の下ではなく横や別皿に添えることもある。ありがとうございます。